はいどうもこんにちは。今回はバージョン 2.0.1 の愚痴鬼ごっこで公園マップの赤バナナの効果を残したままシーソーや滑り台を使う方法を紹介します。簡単に言うと赤バナナで小さくなった状態をそのままクリアまで使う方法です。このバグを使うには鬼を一人連れてこないとこのバグを成功させることはできないです。あれ？鬼がいない。赤バナナに触れて小さくなったら、そのまますぐに鬼に倒されて復活を押すと。このように赤バナナのエリア外でも、時間制限なしに小さいままプレイできます。この状態でもう一度赤バナナに触れると、エリア外に出た時に元の大きさに戻ります。ということで今回はここまでにします。最後までご視聴、ありがとうございました。